お父さん、お母さんへ。約20年前に私は二人のもとに生まれました。私が生まれたことは人生で一番大切な宝物だったと言ってくれたね。でもすぐに壁にぶつかった。私は何も聞こえなかったのです。周りの人は二人は親としてこのまま状況を受け入れて生きていくしかないと言ったけど、でも二人は違った。子供にしてあげられることはないか必死で探し、画期的な治療を行うという勇敢な決断をした。小さな奇跡が私の両耳に埋め込まれ、私はたったの2歳だったけどまだ鮮明に覚えてる。初めて音が聞こえた瞬間のことを。二人が決断した日に、私は聞こえる人生を手に入れただけでなく、喋ること、学ぶこと、自分を表現すること、大好きなことができる未来を手に入れました。お父さん、お母さん、私の人生で一番大切な宝物をありがとう。